アストロサットはインド発の多波長観測に特化した宇宙望遠鏡である。2015年9月28日にインドの PSLV ロケットを用いて地球周回軌道に打ち上げられた。アストロサットの成功を受け、インド宇宙研究機関はこの衛星の5年の運用期間の後に後継機にあたるアストロサット2を打ち上げることを提案している。衛星名の表記については、 アストローサットのほかアストローサットやアストローサットなど複数が用いられている。インド宇宙研究機関は、1996年に打ち上げられた X 線観測衛星インド X 線天文学実験の成功後、2004年に本格的な天文衛星アストローサットのさらなる開発を承認した。インド国内外の数々の天文学の研究所が、 合同で衛星の機器開発を行った。観測を行う必要がある重要分野とされたのは、金傍の太陽系天体から宇宙論的距離にあるものまでを含む多くの天体であった。高温な白色外星の脈動から活動銀河核での脈動に至るまでの変動のタイミングの研究は、ミリ秒から数日の時間スケールでアストロサットでも行うことが可能である。アストロサットは、 インドリモートセンシング衛星クラスの規模の低軌道の赤道軌道へ投入する多波長観測のミッションである。衛星に搭載された5つの観測機器により可視光線、近視外線、遠視外線、南 X 線、高 X 線の電磁スペクトルの波長域をカバーしている。アストロサットは打ち上げロケット PSLV によって2015年9月28日午前10時、 ちょうどにサティシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられた。ブラックホールの主星と主系列星の番星からなる連星系の創造図。アストロサットは観測提案をもとに運用される多目的の宇宙望遠鏡である。主要な科学的な目的は以下の通りである。アストロサットは電波、可視光線、赤外線、紫外線と X 線までのスペクトル帯をカバーする。 多波長観測の一部分を担う。興味のある特定の天体を対象とした個別の研究と装典観測の両方を行う。電波化可視光線、赤外線の観測は地上望遠鏡を用いて行われる一方、紫外線や X 線などの高エネルギー領域の観測はアストロサットを用いて宇宙空間から行われる。このミッションでは異なる。 変動源からのほぼ同時の多波長での観測データの研究も行う。例えば連星系の場合、コンパクト性付近の領域からの放射は主に X 線が占め、光着円盤は主に紫外線や可視光線の波長での放射を行うが、質量をコンパクト性側に与えている天体の方は可視光線で最も明るく光っている。アストロサットではさらに以下の観測も行う。 アストロサットには科学観測を行うための6つの装置がベイロードとして搭載されている。アストロサットの地上通信指令室はインドバンガロールのイスロの衛星追跡管制局にある。衛星の指令と制御及び科学データのダウンロードは衛星がバンガロール上空を通過しているときに可能となる。地上の基地局から衛星との通信を行えるのは 衛星が地球を14周するうちの10周の間である。アストロサットは毎日420ギガビットのデータを収集することができ、バンガロールにあるイスロの衛星追跡及びデータ、受信センターと通信可能な重機動の間にデータがダウンロード可能となる。アストロサットを追跡するため、2009年7月に3番目の11メートルアンテナがインド新宇宙ネットワークで 運用開始される。イスロは、アストロサットのサポートセルを、プネーの天文学天体物理学大学、連携センターに設置した。イスロとイカは2016年5月に、了解予防書きに署名を行った。このサポートセルは、科学コミュニティに対して、アストロサットのデータの処理と使用のプロポーザルを行う、機会を与えることを目的として設立されるものである。 サポートセルはゲストの観測者に対して必要な資料やツール、訓練、援助を提供する。アストロサットのプロジェクトは多くの異なる研究機関が共同して実施されている。参加している機関は以下の通り、アストロサットに搭載される装置のうち二つは完成させるのが想定よりも困難なものであった。開発の責任者であった研究所の k p は 衛星の南 X 線望遠鏡は11年もかかった大きな挑戦だったと語っている。2017年1月5日にアストロサットによってガンマ線バーストが検出された。このイベントはリーゴによって2017年1月4日に検出されたブラックホール合体による重力波イベント GW17104 と関係しているかどうか混乱があった。 アストロサットによる観測は、これら二つのイベントが別のものであるのを識別する一助となった。2017年1月4日からのガンマ線バーストは、ブラックホールを形成したであろう別の超新星によるものであることが同定された。またアストロサットは、60億歳の年をいた小さい、恒星もしくは青色は、クレホシがより大きい番星の質量とエネルギーを吸い取るという、 希少な現象を捉えた。2017年5月31日、アストロサットとチャンドラ及びハップル宇宙望遠鏡は太陽系に最も近い太陽系外惑星を持つ構成であるプロキシマケンタウリにおけるコロナの爆発現象を同時に検出した。2017年11月6日、ネイチャーの姉妹誌であるネイチャーアストロノミーで オウシ座のカニパルサーの X 線変更の変動を測定したインド人天文学者の論文が出版された。この研究は、ムンバイのタタキソ研究所、ティルバナンタプラムのビクラムサラバエスペースセンター、バンガロールのイスロ衛星センター、プネイの天文学天体物理学大学連携センター、アフマダーバードのインド物理学研究所の科学者らによるプロジェクトである。 2018年7月、アストロサットは地球から8億光年以上の距離にある銀河団の画像を捉えた。エーベル2256と名付けられたその銀河団は3つの別々の銀河団からなっており、お互いに合体しようとしている最中で、将来的には1つの重い銀河団を形成する。3つの重い銀河団は500を超える銀河を含んでおり、銀河団は我々の銀河系よりもほぼ100倍。 大きく、千五百倍以上重い。ありがとうございます。